ありがとう。阿波さんは、はい、萩市で生まれたんですよね。阿波さんね、萩で生まれたの、うん、僕あの萩のあの何々さんのメガネっていう話大好きなんだけど聞きたいな。萩市では有名な方がおられます。吉田松陰先生っていう先生が有名なんですが、知っている人いますか？おー、見ましてくれてる、嬉しい。ほとんどね、知ってくれてるね。吉田松陰先生の顔ちょっと思い出してみて。思い出した？うん。吉田松陰先生ね、メガネをかけてるでしょ。吉田松陰先生がメガネをかけている姿を思い出せた人、おかしいな。うん、吉田松陰先生ね、阿波さんメガネかけてるの知ってるんですよ。でみんなすごいね。吉田松陰先生普段はかけてないよね。でも吉田松陰先生のかけてないように見えているあのお顔には見えないメガネがかかってるんです。どういうメガネかというとね、みんなこうやって丸いのこうやって用意してる。これをくるりと回してこうやってかけることできますか？できてる、できてる。すごい上手、上手。はい。バッチリ。すごい。はい、あの先生方とお母さん方、手首固くなってる人はね、無理せずこれで OK です。すごい、でもみんな上手、上手ね。はい。でね、この見えないメガネの秘密を教えるよ。吉田松陰先生は松下村塾でたくさんの素晴らしい人たちを育てました。それが育てられたのは何でかっていうと、この見えないメガネのおかげだったんだ。なんでかっていうとね、この魔法のメガネをかけて目の前の人を見ると、人間ってね、ところと残念なところってみんな持ってるでしょ。で、このね、魔法のメガネをかけてその人を見ると、実は素敵なところしか見えなくなるんです。いい？かけてみるよ。これをかけてマーシーを見ると、まあなんて素敵、こんな音楽奏でてみんなを楽しませて、どっから生まれるこのメロディー、ニコニコ笑顔最高みたいな。わかる？じゃあみんなもやってみるよ。いくよ。魔法のメガネ用。くるりと回してかけて、隣のお友達を見て3ついいところを伝えてあげてください。話したことに
っかり気になりながら反応を返すことができます。やったすごいね。最高じゃん。背筋って言った瞬間シューみたいな。うなずいてるって言ったらみんなうんうんうんってやるよった。すごい。で今ね、隣の友達に褒めてもらって、校長先生にいいとこ見てもらったら、みんな体ちょっと触ってみて。温度上がってない？ちょっと上がってない？褒めてもらったりすると命が喜ぶの。命が喜ぶと体温が上がります。でね、友達の素敵なところ、どうか川小学校でこの松陰さんのメガネ流行らせてほしい。友達を見たらその素敵なところを伝えて歩いてほしいなと思います。みんなやってくれる？はい、ありがとう。今じゃあ託したよ。みんな言葉繰り返します。なかなかないよ、なかないよ。なかなかないよ、なかないよ。帰ってきて。なかなかないよ、なかないよ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 。なるほど、拍手をした後にせーのって言ったらこうやっていいねって言ってもらっていい？いくよ。拍手お願いします。せーの。いいね。なかなかないよ、なかないよ。ありがとうございます。友達のいいところ。はい。じゃあね、あーさんからもうちょっと質問したいと思います。この、祖父川小学校6年生の友達のいいところを教えてほしいんだけど、誰々さんのそんなところが素敵で大好きですって言ってくれていませんか？どっちも来ない。さすが。先生がずっと思ってるんですけど、6年生、かっこいいですね。すげえ、拍手お願いします。せーの、いいね。なかなかないよ、なかないよ。なかなかないよ、なかないよ。あわさんがお世話になっちゃった先生もおるよね。お世話になっちゃった先生、うん、はい、さっき渡り廊下、うん、あ、村岡さん、まあ、はい、ジムの方は今はいないけど、はい、あ、なるほど、うん、はい。ジムではね、村岡さんはあわさんが随分と随分と助けてもらった方なんです。先生をしてた時にね、大好きで村岡さんのところがオアシスになっててね、お仕事でクタクタクタってなったら、トン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 、村岡さんって言ったら、村岡さん、行こうって笑ってくれたら、なんか元気元気みたいな感じで、力をもらってました。へー、教えてくれてありがとうございます。はい。あと、アインシュタインのマスクの話もちょこっとしてもらってもいいですか？アインシュタイン知ってる？
てるみんな。あ、すごいやん、川島の声で。吉田沙保里先生全員知ってるし、アインシュタインもみんな知ってる。あの、口どんな口か知ってる？あ、ベロ、ベロベーって出してるよね。うん、思い出した顔。わからないね。わからないね。うん。っていうことは、ベロの下って私たちが、あ、ベロの下じゃない、マスクの下って私たちが想像したものが描けるってことだってわかる？そしたらね、そのマスクの下のその口はいつもにっこり笑ってる口。で、もしかしてその口は私のことを褒めてくれる目があった私のことを褒めてくれる嬉しい、なんかいいこと言ってくれてるみたいな感じで、もし今のマスク生活を友達と楽しめたらなんて素敵なんだろうと思うんですね。そうなんです、はい、で、あのアインシュタインさんがそういういろんなことをやっていくときにマスクの下で何を言おったかって言ったら、あの人のすごいことっていうのは下は3歳から90歳の人までめっちゃ仲良く話して、その人のいいところを話すのがすごい得意じゃったんだって。あなたは何々が得意じゃねえ言うて、でそういうことをやっていったけいろんなことが生まれたっていうのを聞いて、それがアインシュタインのマスクなんじゃねえってアワさんに教えてもらったことがあったなっていうのを今言わせてもらいました。でもう一個みんなにちょっと聞いてみたいなっていうの、今度拍手で意思表示してもらったら嬉しいなと思うんですけど、いきますよ。まず、簡単な